ステラインシネマは、かつて、大阪府東大阪市足台新町7-4にあった、シネマコンプレックス。1933年に開業した小映座を、はじめとする複数の映画館を統合させ、1997年12月13日に、シネコンとして開業。2020年2月29日に閉館した。閉館時点では、東大阪市唯一の映画館だった。 地元映画工業会社である岡島工業株式会社が運営する独立系の映画館である。同社はフェスティバルゲートで営業していた映画館の動物園前シネフェスタを運営するシネフェスタ株式会社にも出資していた。前身となる映画館のうち小映座は最も古い1933年の開業である。その後1949年に東大阪劇場。 1952年に、リオン座を開業させ、不正期周辺の三館体制が定着する。1955年の時点では、当時の布施市内の映画館は、この三館を含めて13の映画館が存在していた。1967年2月1日、布施市は河内市、平岡市と合併し、東大阪市となる。この結果、1969年の時点で同市の、 映画館は二重館となったが、1970年代後半になると、同じ岡島工業が手掛けていた、伏せ朝日劇場は消滅し、リオン座と陶劇は2スクリーン体制へと移行。既存の昭栄座、昭栄シネマと共に1館にスクリーン体制となったが、1990年代に入ると、リオン座は3スクリーンに増加した。1993年4月29日に、 ワーナー・マイカル・シネマズが大阪府岸和田市に関西1号館、ワーナー・マイカル・シネマズ東、岸和田をオープンさせると、岡島工業も既存館をシネコン化させようとする計画が浮上する。その結果1997年12月13日、リオンザオナ,ナスクリーン、1145席のシネマコンプレックスに全面改築し伏せ、ラインシネマとして再開館。 開館直後の同年12月20日に封切られたタイタニックは驚異的な大ヒットとなった。府内でもシネコンが増加した21世紀に入ると、同社が運営していた布施省営座、布施省営シネマを改築させ、2001年6月30日より布施ラインシネマ南館都市増刊。これに伴い同社が運営していた布施闘撃は閉館となり、従来の布施ラインシネマを フセラインシネマ北立と解消し、北立、南館の総称を、フセラインシネマ10とした。統合後の同年7月20日には、宮崎駿監督の、千と千尋の神隠しが封切られている。ラインシネマとして、再開館してからは、長年大手ファーストフード店のマクドナルドが、同施設内に併設されていた。2010年代に入ると、小坂国際劇場が姿を消し、 東大阪市の映画館は、ラインシネマ10スクリーンのみとなったが、2010年9月5日を、もって、南館を閉館。名称を、伏せラインシネマに戻し従来の北竹7、スクリーンのみとなった。さらに2012年からは、デジタル上映システムを導入し、パブリックビューイング等の非映画コンテンツ興業も、積極的にいった。2015年3月7日から13日には、 前年1月に冬切られた母ちゃんに贈る歌が上映され、上映期間中には同作の花の花子監督や介護関係者を迎えてのトークショーが開催された。また2017年8月には奇跡の葉書が,が上映されており、足立理恵子は満席の中で鑑賞したことを自身のブログで語っている。言語が令和に変わった2019年前後から、 動画配信などのサブスクリプション方式が全国的に台頭していくようになる。そして同年9月14日に閉館が発表され、2020年2月29日、イエスタデーの上映を最後に閉館。ラインシネマとして22年2ヶ月、小映座から通算して87年間に及ぶ、歴史に幕を閉じた。閉館後は直ちに建物が解体され、 跡地には小世帯向けの共同住宅が建設される予定である。フロア構成は1階がチケットカウンター、2階がスクリーン1、3階がスクリーン2.3、5階がスクリーン4.5、7階がスクリーン6.7となっていた。ビルの1階にドラッグ赤壁足台店がある。1969年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。 ABC 大阪府の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。法人としては、現在の4エンターテイメント。ありがとうございます。